Advanced Japanese Listening。 本日のタカ・カールソンとプーチン大統領のインタビューが行われ、しかしそれをする EU がタカ・カールソンに制裁を課せられるよう提案も、アメリカの中でアメリカを裏切ったよ、そういったの声も、しかし歴史をたどって、どんな悪人でも昔が反対側からインタビューを受けた。それは記者の権利、反対側の人、その敵の視点を理解するため権利でも、なぜなら、どんな問題でも一方的一つの視点から物事を聞いた、そこからは意見が成り立つ。なぜならば、その半分事実しか知らないから。ですから、両方側の意見を聞く。その上で自分なりの意見を立てられる。一番理屈的だと思います。現在は、その日本語版、あるいはその解説、山中千さんの YouTube で見られる。英語できない方は、そちらにご覧になっていただいたら幸い。そもそもどうしてそれは大事か。欧米メディアの元、日本メディア、アメリカへの投資、いわゆる情報機関によって導かれているから、現在のメディアが一方的になっているわけ。だからとにかく、そのインタビューを見、それを欧米や日本のメディアと比べ、自分なりの意見を築きましょう。